皆様、おやっとさー。前田留美と桜井隼人のチェスト日本。この番組は昭和、平成、令和の時を果敢に駆け抜ける戦う歌姫前田留美、そして桜井隼人がお届けします。たった一言が明日の自分を変えることがあります。そんなきっかけが生まれる番組になれば嬉しいです。私、前田留美と桜井隼人がお送りいたします。はい、本日はですね。はい、スカイウェーブ FM 京成ローザスタジオより公開収録をしております。はい。ゲストには3週にわたって、動員術師の川上武さんにお越しいただいております。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。もうこの。3週に続けて。はい。ありがとうございます。前回ですね。はい。なんか川上さん。はい。始球式。始球式。はい。の話をちょっとちらっとしてくださったんですけど。はいはいはい。この始球式って、内容としては、まあ、私ちょっと、YouTube かな、何かでちょっとチャット見させていただいたんですけれども、その、内田選手そうですね。内田、清人選手ですね。あ、選手っていうか、一般の人です。あ、一般の人ですか。一般の方なんですね。一般の方が、素人さん。っていうか、まあ、なんかね、野球アカデミーとかの、先生やられてる方で。ただ、どこの、そういう、球団に所属してない。ではなくて。うん。で、その方が、その、野球の始球式で、催眠術で、どれだけ早い、球を投げられるかみたいな。そうですね。感じでしたよね。なんかね、後から私聞かされたんですけど、ビラ見てびっくりしたのが、170キロ。それ、170キロって、大谷翔平選手を超える、はい、ですね。急速なんですよ。日本最速になってしまいました。うん。だけど、私そんなの全然知らなくて、あれ ?170 かと思って、私はメッセージの中に170キロに近づけるようなメッセージ入れたんです。結果としてはね、147キロ。はいはい。おかしいなって、その近づけるメッセージは入れてるのに、おかしいなと思ったら、球場の事情で、まあ、ベルーナドームの事情で、始球式にスパイク履かないでくれと、スパイクシューズを。スパイク履かなかったら、ツルツルですよ。そうですね。そんな投げられないですよね。なんか力が踏ん張れないみたいな。そう。そう、後から聞かされましてですね、おかしいなと思って、なんで、せめて、155超えるよなって思ってたのに、147だったんで、まあそれでも新記録なんですよ。始球式の中で、それまでは、新庄さん、新庄剛志さんの記録が145キロだったんですよ。始球式で。普通新庄さんってどれぐらい投げられるんですか？いや、それ知らない。新庄さんは、ピッチャーでもないんですけど、まあね、引退されてた時いや、それわかんない。でもまあ、深掘りしちゃって。野球あんまり詳しくない。ちょっと詳しいもんで。でも新庄さんがそれぐらい、しかもスパイク履かずにでしょ？そうなんです。なんか球場によっては、始球式でもスパイクシューズ履いて、いいところもあるらしいんです。履かずにですね。そりゃ踏ん張り効かないよなと。ねえ。へえ。ほう。そうなんです。それで、またね、当日にどんどん話が変わっていくんですよ。うん、どういうことかっていうと、はい、私も一緒にグラウンドに行ってくれと。でも、グラウンドに出た瞬間から10秒。20秒。そのあたりでもう投げちゃってくださいと。ほう。はい。それ、かける時間ないじゃないですか。俺でね、なんつうかな、1秒でも。ね、1秒でも、私が時間遅れたらね、大変なことになりますよって、これ脅しだよね。そんなことがありながらですね。なんだかね、なんか特にベルーナ、
ベルーナドームはなんか厳しいらしいと、はい、でもなんかちょっと不服というか、なんかちょっとモヤモヤするのが残っちゃいますよね。でも初めての経験なんで ね私もね、初めての経験なんで、いい勉強させていただきました、あ、こういうのもあるんだっていう、そう、ねえ、うん、それとね、なんかね、やっぱりピッチャーとかっていうのは、ギリギリまで肩鳴らすんですって、それがギリギリまでちょっとできませんと、あ、もうできん、待機しといてください、いやそれもキャッチボールできないじゃないですか、そしたら、ね、あんまりこう肩鳴らさないと怪我が起きるかもしれないと、だそんなことも言われてですね、なんかプレッシャーだよね、プレッシャーを、でも本当なんかこのポスターも見させていただいた時、もうあの催眠術で球速170キロ出せるのが、これすごいインパクトあって面白い、そうですね、いや見て、私は自分のやつ見てびっくりしました、それで私はねほとんど下駄で生活してるんですね、下駄で、そしたら球場から、球場の方から、下駄素足、NG って書いてあるの、いや、あの私下駄の裏にゴム貼ってるのもあるから、そしたらゴム草履と同じでしょ、下駄大丈夫でしょって言ったらダメですって、それでもダメなんですね、何がいいのって言ったらスニーカーもしくは草履、だったら OK と、いろいろとねやっぱそういう休業とか、まあ、厳しいでしょうから ね、ありますね、はい、じゃあちょっとここで隼人くんの曲をまずはお送りさせていただきたいと、はい、10月1日に配信になりました、カップリングというか、まあ両A面で出そうと思ってます、心のアルバム聴いてください。チェスト本日は動員術師川上武さんにお越しいただいております。はいはいはい、あの催眠術、はいはい、私もハヤト君も、かかったことないというか体験がないんですけど、はいはいはい、私ハヤト君がかかるところを見てみたあのね、目がね、あのちょっと S の目、もう サディストの目ですね本当に、怖い、ちょっとなんかラジオで、まあ、もう結局ね、わさびとかは何も持ってきてないんですけど、なんかかけられるの、あ、もう全然かけれますね、それ本当ですか、ね、ラジオの方分かる感じですかね、だからあの細かくあの 見ながら細かく説明してもらったらいいんじゃないですか。あ、そうですね、なんかかかるわけないですよね、じゃあ、ちょっといいですか、はい、はい、やりましょうか、はい、じゃあお願いします、はい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 っつってじゃあこっちちょっと見て、そんで、こっち向いて、はい、はい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 、これは撮影はちょっとしてもいいんですか、ちょっと雰囲気は、あ、いいです、いいですか、ちょっと、じゃあちょっとせっかくなのでこれ放送中でございます、はい、放送中だけども、このせっかくなので映像をちょっと、はい、撮りたいと思います、はい、では私こじっと、はい、そう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 、深呼吸して口から吐いて鼻から吸う、そうです、はい、OK です。今話している私が顔の前に手のひらにつけてちょっとね頭のぼーっとしますよ、そして上のまぶたが重たくなってきます、うっぱって自分の力を開かない。そして今話している私がガバッとおでこに触れると体の力抜けますよ。首の力、肩の力、背中の力、腰の力、腕の力、足の力がなくなる。こうやってやるだけで、そのダウンチがスーッと力抜ける。周りの音とか周りの人の気配とか周りの雑音がスーッと離れていくけど、そんな感じがする。周りのとか周りの人の気配とか周りの雑音は絶対にあんたの音を邪魔しないから。帰って周りのとか周りの人の気配とか周りの雑音がスタート、深い催眠状態ってことですよ。数を数えたあなたの体がスーッと下に落ちていくような、そんな感じがする。まるで大きなエレベーターってどん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 下の階に下っていくような、そんな感じがします。G を感じます。一つはスーッと落ちていく。二つ。三つ、体の力がさらになくなっていく。四つ。五つ。六つ。七つ。八つ。九つ。と、これから心の中にメッセージがあります。あなたは今話している私の言う通りになってしまう。いつ、いかなる時であっても、今話している私の言う通りになってしまう。このメッセージは、今話している私が催眠を解くまではずっと続くとってもいいメッセージなんです。それでは今話している私がこれから、
5つ数えて手を叩くととっても気持ちよく力が入りますよ。ただし催眠状態です。メッセージがついていく。で目覚めの数数えますね。1つ2つ3つ手飛ばしにすると力が入って、4つの光が近づいてくる。5つこれでパンッと、はい、ほうほう、うん、どうぞ。すみません。ちょっとね今ね、私の言う通りになるってメッセージ入れたんで、立ち上がっ、ね、ヘッドホン取って立ち上がってもらっていいですか。はい。私も取っちゃう。どんな感じでしょうか。じゃあ私の。まあまずどんな感じかっていうのをちょっと説明してください。はい。はい、今ですか。今ですね。どんな状態でしょう。まあ本当に目開かないです。目開かないんだ。すごいね。まぶたがプル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 して、で、ここは本当に目開かないです。開かないんだ。びっくりするわ。で、体の力が抜けるの？抜ける感じ。立ってられないみたいな感じなの？抜けてる感じがしました。で、本当に手を叩いた瞬間に帰ってきた。あ、帰ってきたの？帰ってきた感じがします。そう、なんか顔どうなってんだろうと思って覗き込んだけど、もう全然完全に。なんか冗談じゃないなっていう。いや、なんか冗談じゃないんだこれ。じゃあ、立ち上がる、ね、そう、これから現象が始まります。現象といってもちっちゃくなっていくわけじゃないです。はい。あ、ここ笑うとかですか。笑うとこはどういうことなのか、ね。はい、よくわかんないですけども。はい、じゃあ、はい、今の、はいはいはい、川上さんと、はい、メトロノームってご存知ですか。はい、今話してる私、あなたの顔の横に手のひらを持って、あなたの体がメトロノームの針の右に左に動きます。自分の力では止まりません。こういうのやって、パッてやると、右に左に体をスッと入れて。まるで、メトロノームの針のように。嘘だと思うでしょ。あなた自身の力では入れ止まるんないですよ。私が手を動かすともっと入れが大きくなります。こういうふうにやると、スーッと入れる。スーッと入れる。止まれない。手をどかしても入れ収まりません。あなた自身の力では入れようと止めることができないです。今話してる私がこれで帰ってしまったあなた1年でも2年でもずっと入れてます。せせといて。わかりました。肩に触れると入れ収まります。パッとやったら入れ収まる。よかったそれ。止まった。止まるんですか。こうやって手伸ばして、うん、よくねこれね、あのテレビでやってるんですが、手伸ばしてもらってちょっと手伸ばして、もうこうそう、はい、これ伸ばしてもらって、一回力抜いてください。はい、手を、はい、どこを伸ばしてます。そう、はい。ここ見て。手を伸ばして。ここ見て。はい。ここからここまでが棒のような肘が曲がんなくなります。はい、手伸ばしてますね。ね。右。私がここに触れると、はい。ちょっとこれ固まっちゃう。ガチンガチンになって、鉄の柱のようになって。今手、右手が、曲げて曲げて。ほんとにね。何、ほんとに曲がんないの？面白いよ。どういうこと？面白いよ。もう伸びたまま。伸びたまま、棒だよ。本当に、冗談だと思ってでしょ。うん、冗談だと思う。けど、全然本当に曲がんないよ。本当にあんね。私はね、こう手で触れたら自由になるんで。触れない限りね、ずっとあれなんですよ。こうやって、これもう見なくても大丈夫。ふとんと固まっちゃうから。ここで固まっちゃう。今、右手、左手がずっと伸びた状態。そう、私がこれ帰ってしまったら、彼は1年でも2年でもずっと伸びるんです。このすごい目の前で見たのは本当こんなの。全然ダメ。全然本当にダメ。曲がんない。本当に曲がんないよ。びっくりだよこれ。もう鉄の柱のように。じゃあここで一旦曲を止めます。一旦曲にド S っていうわけにはいかないですね。どうしましょうか。今話してる私が触れたら腕は曲がるよね。じゃあ自由になりますよ。そうですね。今まだ硬い状態でしょ。一回力抜いてくださいね。力抜かないとね、はい、力入れたまま曲がるようにしちゃうと自分の顔叩いちゃうことがあるから。それはそれで面白いんだけど。あ、それでも構いません。S だね。 S だね。こうやって触れるとスッと。これ大丈夫。ほら、はい、ほらすごくないこれ。びっくりするよ本当に。ちょっとまずちょっとここでですね、はい、曲に入りたいと思うんですけれども、先生の曲をですね。そうです、はい、私のですか。オリジナル曲を早くにかけた術みたいな曲を、はいはい、そうですね。だから良い術というね。良い術は、はい、そうでしょ。じゃあ曲の紹介をお願いしたいと思います。
私は言っていいですか。はい、はい、お願いします。私川上武史が歌っております。タイトルは良い術です。はい、チェスト。本日はゲストに動員術師の川上武史さんにお越しいただいております。はい、はい、もう先ほどいや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 掴めてもらいましたけれども、うんうん、びっくりですよ。ちょっとあの催眠かけられたのちょっと一瞬じゃないですか。あれで本当に振り子のように体が左右、あの嘘だと思ったでしょ。どういうのか、どういう感じなんだろうっていう。いや本当に自分でもかからないだろう、絶対に、うん、そんなのって思ってた、うん、それがね、うん、すごい、うん、まんまとかかっちゃった。いや見た感じかかりそうだけどね。そう見た感じ、かかりそう、あの、ね、素直だから、うん、気持ち的にはね、だから木村拓哉さんと一緒ですよ。ああ、そうだから俺には絶対かかんない、俺にはかかんないんだ、うん、絶対あれ、うん、こんな企画やったって無駄だよと、うん、それにだから生のジャガイモを食わしたわけだから、うん、私がね、はい、多分ジャガイモ食ったら多分リンゴ言うかもしれない、うん、今だったら思うぐらい、それぐらい本当自分に、自分がちょっとあんな不思議なこと初めて経験しちゃった、うん、だからね今まで、小学校、うん、中学校、高校、大学、うん、行く人は大学行って、はい、みんなにこう洗脳されていきますね、うん、世の中にはそういうことはないんだよと、ね、うん、テレビでやってるのみんな嘘なんだからね、うん、っていうのをこう洗脳してくるわけじゃないですか、ちょっと賢そうな少年がいたら、うん、なんだお前そんなの知ってんね、そんなみんなテレビなんかやらせなんだからよっていうふうに言うんです、うん、でみんな洗脳してる、ね、洗脳してるからそれなりの人生しか送れないわけですよ、うん、でも今日でその力が分かったわけじゃないですか、うん、そうこういうことがあるんだなと、うん、そうするとまた新しい一歩が、あの考えが変わる、考えが変わる、変わった気がしますよ本当に、うん、こんなことってあるんだ本当に、うん、やばい、うん、あの例えば心どこにあると思います、心ですか、うんうん、いつもやっぱり胸に、ね、私もそう思いますね、あの恋愛したり失恋したりすると胸がキュッと痛くなりますよね、なんかね心ってここにあると思うんですよ、はい、心のスイッチもここにある、だから私が触れると楽しい気持ちになります、楽しい気持ちが笑いに変わっていく、信じられないでしょ、信じられないです、ね、でもこうしょこうやって触れるとパンってとほら見てほら笑っちゃうから、ほら笑いが止まんなくなる、笑いが止まんなくなっちゃう、何を見ても何を聞いてもおかしい、私が止めるまではずっと笑い続ける、逆に笑いが大きくなりますよ、こうやって指鳴らすとパンって笑うから、危ない危ない、本当に笑ってんだけど、でも元気じゃないよねこの顔で、何を見ても何を聞いてもおかしいです、だってなんか役者の時よりかすごい生き生きしてる、なんか演技で絶対こいつこんなことできないもんみたいな今話してる私が肩に触れると笑いが収まるけど楽しい気持ちは残ってますよ、これパッとやってすると笑いは収まるけど楽しい気持ちはすると思う、ね、残ってるよ本当残ってるの、残ってるよ笑いはないけど残ってるよ、楽しいよ、うん、なんか酒飲んでるみたいな感じだよね、楽しい本当にこれでも酒いらないよ俺本当、楽しいな楽しい、本当本当どんな感じなの、ちょっと説明をして、だから私と一緒に飲みに行くとね、飲み代が半分で済みますね、半分で済みますね本当に、うん、体にもいいね、一杯でいいもん、もう一杯も飲まなくても全然そのお酒飲んで楽しくなってるみたいな感じ、いや楽しいどういう感覚が全然わかんないでもさっき本当に笑ったでしょ、笑った、意識はあるわけよ、うん、でもずっと笑ってるのよ、うん、おかしいぐらい、いいね、ちょっとラジオの時はこのテンションで行こうよあのね、もうだからそれにあがなうように一番悲しいことを考えてください、でも私が触れると楽しい気持ちになります、うん、一番悲しいことを考えて、でも私が触れるとさっきよりもっと笑いが起きちゃう、悲しいことあのやったらうなずいてくださいね、そしたら私スイッチ入れますよ、はい、パンってやったら笑っちゃうほら笑いがさっきよりほんとに笑ってる
どんなえ悲しいこと考えて悲しいこと悲しいこと考えてるよでも指になると笑いがもっと大きくなりますよ。ほらポンってやってほら本当に笑ってるんだけど本当に素の笑い、本当ほら役者としてもっと暗いさ、もうちょっと演じてみて演じてみて演じれないよ今話してる私が肩にふっと笑いが収まるから楽しい気持ち残ってます。これパンってやったらスッとスッとほらスッと収まる。終わった、はい、終わった、うん、終わった終わった、はい、ちょっと一旦ねここでね、うん、私の曲を挟まなければならないのでよろしいでしょうか。どうぞ、はい、では不思議な状態だ、元気な曲で行かせていただきたいと思います南の南の島歌聴いてください。チェスト、はい、本日は導輪術師川上武さんにお越しいただいているんですけれども、はい、催眠術ってすごいっすよ。えちょっと具体的にヘアト君が今経験したことちょっと教えて、うん、教えてなんかそうこれ多分、ね、実感しないと分かんないかもしれない。伝えられない なんつうんだろう、うん、本当にやばいよやばいよ、出川さんになっちゃう出川さん、おい本当に、うん、こんな状態、うん、なんで俺の体そうなるのみたいな、えもう笑いが込み上げてくる、込み上げてくる、え別に楽しいことがあるわけではないの、別にでみんなの顔見て おかしいなとか思うわけじゃないじゃないですか、うん、でも、うん、もう楽しくて仕方ない、楽しくて仕方ない、楽しくて仕方なかったよ、うんいやただ楽しい状態続いてますね。まだ楽しい状態、今楽しい状態、いつまでかテンション楽しい状態続いてますね。ね楽しい。いやーだから説明できない。だってもう今日ね観覧に来てくださってるね、はい、方々もすごいもう。これはね、うん、やらせじゃない。あのこれ信じたものが救われるマジで本当に。本当すごいですね。なんかコロッとなんか。殻がね破れた気がする。ああそうですね、皆さんそういうふうにおっしゃいますね。何ですか、これから、ね、人生好転していくってことですね。いや変わっちゃうかもしれないですね、うん、これ ねやばい。だってもう川上さんのこのプロフィール見ると本当いろんなね番組に取り上げられてるんですよ、うんうん、いやだからそれが分かるって形ですね。すごいすごいですよ、出演番組バラエティがやっぱり多くて、はい、スマスマ、うん、笑っていいとも、うん、ここが変だよ日本人、うん、世界の果てまで 1.9 とか、うんうんまあ、これ以外もねたくさんありますけど、はい、しかもねレギュラーとか準レギュラーとかで呼んでいただいてますから ねそうですね、はい、あとこのね、まあ、せっかくなのでこのニュースも結構取り上げられてるじゃないですか。ニュースニュースステーションとかミヤネ屋とか、うん、あミヤネ屋、はい、これはどういう形で取り上げられたんですか。っていうかねねなんか役者さん、うん、役者さんに催眠かけてくれってことで あのやりましたね。何つったかな。あ、出てきた。はい、そう、岸辺史郎さん。岸辺史郎さん。そう、はい、役者さん元タイガースの、はいはいはい、岸辺史郎さんに催眠かけてくれってことで。はい、それでほとんど今と同じことやりましたね。でも岸辺史郎さんってそんなになんかかかるとか、はい、真面目なイメージだから。うん、なんかぼーっとしてるイメージですね。うん、全然かけましたよ。こんな感じで。なんかね2回ぐらい呼ばれたんじゃないかな、はい、ごめんなさい、うる覚えなんで、もう10年前の話ですからね。うーん、うん、いや見事すごいまだいや本当すげえよ、うん、あとなんかドラマとかも出てましたよね。あ出てます出てます、もう一滴湯さんのおかげですね。あそこから、そっからだと思います。近代少年の事件簿って、あれのネオ、うん、これどういう感じで出演されたんですか。あ私役でもうそのまま催眠術師役でへただちょっと悪いっていうね、うん、だいぶ悪いのかな、うん、だいぶ悪い役で、うん、ただあんまり細かく話しちゃうと、これから見るって方がいるじゃないですか。そうですね、そのネタバラシになっちゃうから言えないんですけど、うん、でもね面白いのは、私が出た回近代史上の事件簿ネオっていう山田涼介さんと戦ったんですけど、うん、その回まで20年の歴史があったんですって、うん、ほうほうほう、うん、本人役が2人目ですって。あ
ああ。ええーうん。はいはいはい。で、誰なのって聞いたら、うん、はいはいはい、なんかミスターマリックつってました。ああ。ミスターマリックさんが本人役で出たの。その2番目が私が本人役で。へえ。まあ、ね、ミスターマリックさんもね、時代作った人ですからね。そうですよね。マリックさんはマジシャンですよね。あの人もこう、よくやるじゃないですか。うん、あのね、実はね、催眠術師が登場する台本って、台本っていうかな、はい、それはなかったみたいで、私のために作ってくれた、作り直したんです。本当は手品師と、だ金田一はじめが戦う。それを催眠術師のに変えてくれたんですよ。テレビ局で。テレビ局って原作者はどうなんでしょうね。ねうん、面白いな。はい、まあそんながね、川上武さんにですね、うん、ちょっと曲を、はい、はい、なんかそうですね。お好きな曲があるということで流していただきましょう。ですね、私これね、思い出の曲なんですけど、はいはい、ヒデとロザンナさんで、うん、愛は傷つきやすくって曲があるんですけどね。はい、それがね。いいんですよ。横浜から熱海までね、車で走ってた時に窓を開けて走ったんですよ、うん、したらラジオからその曲が流れてきて、うん、めちゃくちゃいいなと思って、はい、そこから大好きです。はい、はい、いいですね、はい、その曲をお願いしましょう、うん、はい、はい、チェスト、おたれコーナーのお時間でございます。はい、花たれ会様からいただきました。お、初めて、はい、ありがとうございます。デビュー14周年おめでとうございます。桜井隼人さんが輝き続けることを地元先輩として嬉しく誇らしく思います。これからも気張ってもんせ。サイン入り番組ステッカー希望でございます。ありがとうございます。先輩送っていただきまして、はい、ね、花垂れ会誰なんでしょう。あの地元の日向山というところ出身なんですけども、うん、それの日向山の花垂れ会というのを地元のあれがありまして、その先輩たちが送ってくれましたね。はい、ありがたいです、ね、嬉しいですね。頑張ります。はい、ありがとうございます、うん、いやいやいや本当、うん、このまだね、未だにまだふわふわしてる。いや、ふわふわしてますよ。楽しいですもん今。楽しいですね。楽しさ続行中ですか。続行中です、ね、はい、続行中です、はい、じゃあちょっとお便りの宛先をお送りさせていただきます、はい、皆様も番組へのメッセージ、2024年のご自身のニュース、あなたのおすすめスポットがありましたら番組へ送ってください。 info@892fm.com info@892fm.com ファックス千葉 043-441-5592 千葉 043-441-5592 です。おはがき封書の先は郵便番号 260-0021 千葉市中央区新宿 2-2-5 市富士ビル4階スカイウェーブ FM 前田レミと桜井隼人のチェスト日本まで。メッセージをいただいた方には番組ステッカー、抽選で1名様には鹿児島の水溜り食品さんよりふるさとの贈り物セットをプレゼントさせていただきます。皆様からのリクエストメッセージをお待ちしておりますということでございます。はい、どんどんどじどじ送ってください。ねね、今日ねメッセージくださった方にはステッカーの方を、ね、お送りさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、あの川上武さんの近々こうなんか出るなんかこう番組とか何かっていう、うん、なんか宣伝とか、うん、こんばん、なんか告知がありましたら教えていただきたいなと思いまして。告知ですか。はい、あ、なんかあったかな。なかなか今例えば YouTube に出てるとか何出てるとか、うん、なんかそういったSNS に関しても YouTube もね、人の、人の誰かが出してる出してるやつに私が呼ばれてっていうことを言って、あー、もう YouTuber、ね、有名 YouTuber は20組ぐらいかけたんじゃないかな、もっとかけてた。おー、それもあれですよ、コロナに入った後からですからね、いやかかりたいと思いますよね、確かに。いや、やってみたい、もう私20年前からかかってみたいと思ってるもん、うん、かかりましょうよ。俺だけじゃなくて定期的にイベントやってますね。あ、本当ですか。うん、イベントやってて、うん、ただ私のマネージャーが全部うん、そのイベントを準備してくれるんで、日程もね、はい、インスタとか何かこう SNS とかホームページとかがあったら、Facebook やっておりますね、うん、Facebook に流してるし、はい、ホームページがね、
k-saimin.com っていうのが私の、うん、はい、ページですね。はい。はい。はい。わかりました。皆様はそちらの方ですね。そうですよ。かかってみたい方は、はい、ぜひイベントの方へ。そうですね。ですよね。かけます。なんか人生変わりそうですよ、これ。ね、本当ですね。はい。ぜひ行っていただきたい。行っていただきたいと思います。はい。はい。それでは、はい、デビュー14周年ということで、15年目を迎えます、桜井隼人のデビュー曲、初心に戻って、天の声、聴いてください。チェスト。スカイウェーブ FM、京成ローザスタジオより公開収録をしております。はい。ということでですね、今日は3週にわたって、そうですよ。教員講師でもございます、川上武さんにお越しいただきました。すごい先生が来てまいりました。そうですね。あれ、僕はまだかかってる状態ですか、これ。解いてないですか。ちょっとね、まだちょっとおかしな感じがします、ね、まだまだふわふわしてます、ね、ふわふわって方が見た感じなんか酔っ払ってるのかなみたいなテンションの高さですよね。そうなんですよ ね、どうしよう、ね、このまま解かないでください、本日のラストソングは桜井隼人君の曲です。はい、てっぺんでございます。はい、まもなく19時になろうとしてます。私の番組は毎日聞くことができます。平日月曜から9時は朝9時から11時、前田レミの演歌の花道、土曜日は18時からチェスト日本でございます。まあ、ここでですね、ちょっと告知、はい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 、私たちの告知しましょうか。します、そうしましょう。はい、桜井隼人君の告知お願いします。はい、近々ですと、10月の20日、日曜日ですね。はい。はい、またまた、ハートフルライブボリューム3、田中由美子さんと、はい。桜井隼人でコラボして、ライブをやります。はい。会場は、品川の J スクエア、でございます、はい、14時半オープン、15時スタートでございます。料金6000円のワンドリンク付きです。ぜひぜひ来てください。はい、ありがとうございます。私の方はですね、鹿児島でイベントがございます。泉市、鹿児島県の泉市の産業祭が11月16日にございます。はい、まあ、それ以外にもですね、あのいろんなところで国歌斉唱を歌ったりだのっていうことができるんですが、一昨日もですね、国歌斉唱を三重県で歌ってきました。おお、はい、すごいですね。はい、で、あの他の日もですね、また9月もある、9月10月またあるんですけれども、これ告知っていうわけではないので、まあいいかなっていう。あ、もう一つあった。10月の27日、お、10月、新宿、うん、あのフェイス、おう、プロレスの場所ですね。お、ここで何をプロレスの、あの維新力さんのイベントがありまして、うん、それをプロレスの、プロレスの会場で歌わせ、リングの上で歌わせてもらいます。いいですね。はい、ぜひ来てください。はい、これ維新力さん。はい、維新力さん、あの面識あります。あ、どうですか。お相撲の。はい、そうです、そうです。で、維新力さんの、うん、あの息子さんもプロレスやってて仲良くて。そうですか。はい、うん、でそういう感じ。息子さんがあのまだお母さんのお腹の中にいる頃からずっと。あ、そうなんですか。うん、維新力さんとね、はい、いっぱいね。お母さんも元プロレスラーで、そうそう、綺麗な可愛い顔だらし、女子プロのね、ですね、はい、仲良くさせてもらってます、はい、ありがとうございます、うん、はい、で今回あの何か川上武さん、はい、なんかちょっと最後に皆様にそうです、ね、ことをお願いできますか。先生お願いします、はい。これからもね、いろんな、術を、うん、まだまだ披露するのがありますんで、はい、それをね、見かけたら、ああ出てるねっつって皆さん喜んでください。ということで、はい、皆様に幸あれということで。お、はい。素晴らしい。はい、ありがとうございます。テスト日本、皆様これからもよろしくお願いいたします。はい、お相手は前田レミと桜井隼人と川上武史でした。先生ありがとうございました。ありがとうございました。また来週も聞いてくださいね。はい。